旅人のあなたが幽夜浄土の凄さを知らないのは想定のうちだし、許してあげるわ。許す？よろしくという意味です。さっきから漫才してるみたいだな、この二人。ボケる主人と突っ込む眷属、おかしいぞ。聞きたいことがあるようですね。歩きながら話しましょうか。これ二人一組じゃなくて四人一組だな。